はい、いうわけでね、はい、やってますけど、ツイッターこれどこ、ツイッターどこ、これ告知できないさあ、なんかパソコンが初期設定になってるからいろいろわかんないどここれ、ちょっとブックマークとかどこ、これ新しくなってるのはいいけど、あ、これかこれかこれか、こっちにあった、クローン見てた、こっちか、こっちも、
はい、今日はとりあえず2チームに参加してる人を2チームに分けたやつをやります。でルールが僕が考えたじゃなくて KKY さんから説明が今あるんでちょっとだけ聞いてください。多分一回ロジアフやめて聞いてもらわないときつい気はするけどどうしよう。今日、まあ、あの東西戦で最初に、まあ、チームで順番を決めてもらって、勝ち抜き戦をやっていって、まあ、対象まで負けたチーム、まあ、相手の対象まで撃破したチームは勝ちという、その流れ自体は普通の東西戦なんですが、それの勝負のつけ方なんですけど、例えば先方同士、例えば、私と兄イヤーホンダが先方同士だったとする場合、まずお互いのメインキャラ同士で1試合やります。で、例えば仮に兄が勝ったとします。で、その次の試合は、お互いのメインを入れ替えてやります。私がホンダ、兄がダルシムを使います。で、その時兄が勝てば兄が2勝0敗なんで、その時点では、まあ、兄が先方勝ち抜きという形で、1勝1敗になった場合なんですが、その場合はトランプを引いて、この割合をまだ決めてないんですが、トランプ10枚ぐらい用意して、黒を8枚、赤を2枚ぐらい入れといて、黒を引いた場合はお互いメインでもう1回やって決着をつけようと。赤の2枚を引いちゃった場合は逆をもう1回やって勝った方が勝ち抜けと、そういうルールにしたいと思っております。運が悪いとメイン戦で勝ったのに逆戦を2回やって2回とも負けて負ける可能性が一応あるんですが、まあ確率2割なんでそれは許してくださいと、ちょっと遊びの要素を入れたルールとしております。そんな感じ。でチーム分けはトランプでやっちゃったんで、でなんか僕に認識されてないとか、あと後から来たみたいな人はあの言ってくれやります。そこのあれな、ホンダ使いの、あの名前忘れちゃったやります。そこの人、赤いパーカーの人、イベント やります。ちょっと どうしよう、参加します。イベントやります。やれなくていい。あ、そう、対戦相手いなくなるよ多分。さあ、チーム分けはしたんではい、じゃあチーム発表します。 A チーム、今から呼ぶ人 A チームです。呼ばれてない、もしくは俺やる気ねえのに勝手に名前入れられたという人が言えば、文句言ってください。はい、はい。A チーム、 KKY、 金子、ヒデ、もみお、破天荒、青葉、いろは、シャル、グリグラ、以上が A チームです。 B チーム、アニ、クサ、ナカ、マキリ、ヤキトリ、バイパー、シュー、ハイジン、マッチャン、以上が B チームとなっております。トネピー乗ってないっぽいけどいいよ、そういうのということで始めていきたいなと思うんですが、名前呼ばれてねえ、勝手に呼ぶな、あとルールがよくわかんねえ、こんなふざけたルールでやってられるか、などなど言いたいことがある人はどうぞ。はい、まあ、結構多分すぐは終わんないイベントだと思うんで、いいとりあえず大会やるんで、大会参加する人はの試合最後にしてください。とりあえず、はい、かもしれないですけど申し訳ありません。
はい、もう一回チーム呼びます。 A チーム、KKY、金子、ヒデ、もみお、破天荒、青葉、いろは、シャル、グリグラ、以上が A チームです。 B チームが兄、草、中、マキリ、焼き鳥、バイパー、シュー、ハイジン、マッチャン、以上が B チームとなっております。シャルさん入ってる入ってる。キャラ、メインキャラは聞いとかないとまずいよ、このルール。当然のことは。メインキャラ、そうか、うん、まあ使ったキャラがメインキャラってことにしましょうか。まあそれでもいいです。そうですね、はい、入るときにあのメインキャラが最初入ってください、はい、あのまあ1回しかないから、それでまあ次の勝ったら次の試合も同じキャラを使ってください。はい、そうですね、はい、はい、A チーム誰かキャラの順番を、人の順番を決めてくれる人がいると嬉しいな。適当に。の試合は、大会参加する方、これで最後にしてください。もうちょいで始めたいと思います。ルールの方ちょっと今回若干複雑となっておりますが、聞いてねえよ、わかんねえよという方おられましたら、またこちらまで行っていただければ。そういうこと。今日のルール、最低2試合はできます。メインキャラはただし1回しか使えない可能性があります。そんなルールです。ワンピーツーピーじゃんけん、誰が代表同士。まあお遊びイベントなんで、まああんまりガチになる必要ない。まあ、あ、え？なになになに？ A が 1P？ A が 1P？ じゃあ A チーム 1P にするか、もうめんどくせえから。え？こっちも A。じゃあお願いします。はい、じゃあ準備ができたっぽいんですが、果たしてみんなは分かってるんだろうが、なんかずっと試合やってて聞いてない人も結構いっぱいいるような気がするんですけど、ああ、じゃあイベントやるんで、の試合はやめてください、まあはい、で、2P 側が先方が、マッチャンさんいいですか。はい、2P ってどっち。こっち 2P、 こっち 2P、 こっち。1P 側は先方いろはさんですね。
はい、で、まあ、ルールもう一回説明すると、まず普通にメインでやると、メインでやった後、ね、相手の使ってたキャラを自分で使うと、でもう一回やると、で1対1になった時はどっち側がトランプ引くの？あー、どうしようか君でないんかい。まあ、こっちで引く、こっちで引きましょう、こっちで引きましょう、はい、我々の神の手によって勝手にトランプが引かれます。1対1になっちゃった時は何パーセントですか、確率は。メイン戦が8割となっております。そうですね、80% の確率で、まあ、メインでもう一回やると、で 20% の確率で逆のままもう一回やって、勝った方が勝ち、勝った方が勝ちになりますので、まあ、ちょっと長めの東西戦になるかと思います。はい、はい、ということで、運が悪いと同キャラの場合は、同キャラでずっとやります。同キャラの場合は、やる同キャラでやります。まあ、2試合はやりましょう。2試合はやりましょう。はい、で、1勝1敗だったら3試合目をやると。はい、そんな感じでいきましょう。じゃあ、そういう感じで、いろはさんと、まっちゃんさん、はい、はい、お願いします。で、メインは特に聞いてないんで、最初に、入った瞬間のキャラがメインキャラになります。はい、はい、大丈夫です。で、だ要は2試合目、キャラを変えちゃダメよということですね。はい、まあ、大体みんなメイン分かってると思うんで、大丈夫だと思います。まあそんな感じで、まあわーわー和気あいあいとやっていただければいいかなと思っております。じゃあいす、じゃあはい、 OK、 OK ですよ。はい、どうぞ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 。先方はまっちゃんさんといろはさんですね。いろはさんは多分 S ガイルかな。まっちゃんさんは何でしょうか。さあ、S ガイル龍からスタートですね。 ですね、はい、一応これね、まあ、多少真面目に考えていて、お互いメインキャラは絶対使えるということと、キャラ差がある組み合わせ、例えば、はいはいはい、ダルシムサガットとかだったらもうダルシム絶対勝つだろうっていうので逆をやればひょっとしたらサガット側の人にもワンチャンあるかな、苦しみがね、はい。さあ、と言ってる間に、なんかね、こう全然知らない方だったんですけど、声かけたら出てくれるってことだったんで、はい。さあ、サマーじゃなくて、おっと、クナノは、うまくすればクナノになったが、しっかり大空昇竜拳。いや、でもこれ、メインで勝っても、うん、S ガイル使えると限らないんで、確かに。あと S ガイルの出し方わかんないですけど、出すのは周りが教えてあげてください。どっち縦と横どっちかな。 S ガエルって、 S ガエルはイロハさんに聞けば分かりますまあ斜めで出してる可能性あるんで斜めって出にくくないですか。なんか俺はできる気がしない。そう、僕ちゃんと縦か横にガチャガチャしないと、そうそう、斜めでガチャガチャって俺全然できないんだよな。さあ、あー悪くはなかった、垂直何もしない。あー、しかし2ラウンド目はイロハさんがリードしている。おー、キール。今のすごいですね。なんすかね、弱波動だったから、うん、弾を抜けるときは要はヒットストップがどうたらこうたらで当たらないみたいな、ストツー独特のやつですね。さあ、スライディング、 DJ がスライディングで飛び道具抜けたりするのと一緒ですね。さあ、めくりだ。どっちだ。さあ、ピオラナイがめくりだったのかがちょっとわからないけど、体力がだいぶ、ガイルって集中波動入るような、入ったっけ。入るんじゃ。さあ、ああ、ダメしちゃった。いや、今ね、スパコンキャンセルを入れてた入力ですよ、はい。そうしましたら、この後逆戦がありますんで申し訳ないです。すいません、緑のボタンを押してリセットを1回していただいて申し訳ないです、ね。緑聞く、聞いた、よし聞いた。でイグジット OK、はい、OK。 で、いろはさんは竜を使っていただいて、じゃあ、まっちゃんさんは S ガイル出してあげて、草さんが S ガイル出してあげて、オッケー。さあ、すいません、お互い使ってないキャラかもしれませんが、今日はこういう感じで進んでいきます。申し訳ない。お、やっていきます。なんかいいです、なんか緑いいですね、ガエル新鮮感ありますさあ、ソニックが出ないやつやなこれ長め、おっと、飛んだ。さあ、やはりキャラ差があるような雰囲気。飛んだー。あー、だんだん裏剣大逆転で、まっちゃんさんが取るでいいんだよな、はい、さあ、踏む。
お、さあ、しかし落として、飛んだ、3段、ピヨンでけど、いい、たとえ当てて、わかんないやつ、これは投げる、抜け身はないよ、ハメや、そしてどうだこれ、お、これはさあ、まだしかし竜はゲージがたまらないが、あ、今ね下中盤の対空がなんか疲りましたけど、さあ飛び蹴り一発で死んじゃうかもしれない、真空が来てしまった、真空がたまって、あっと、どうだこれ、さあお互いおっからびっくり、はい、ジャストで飛んでいた、勝ったのはまっちゃんさん、では、はい、1P が2人目は、破天荒さん、破天荒さんですね、でこれもう一回リセットしないといけないですね、もう一回リセットですね、申し訳ないです、はい、しまった、その辺の面倒くささを考えてなかった、そうなんですね、はい、お互いメインキャラですので、まっちゃんさんは竜ですね、はい、どうぞ、これ竜か、そうすると竜じゃないですか、これはリセットしなくていいやつですね、リセットしなくていいやつですね、いや楽、同キャラがこんなにいいもんだとは思わなかったね、さあ普通に、だ二先戦ということですね、はい、これ、飛んだ、まっちゃんさんかなり強いですね、しかし、ね、普段やられてるんでしょうか、あ、さあ、お、昇竜が出ている、お、切り返してまだ分かんないですよ、あ、さあ合わせて、いった、今度は合わせか、合わせるというか先出しだったまあ相手はないですからね、シンク、ね、そうですねさあ昇竜めくりが分からんが、ガード、今の竜巻出してなかったら表になる飛びでしたね、めんどくさいですね、最近はもう竜使いはあれ標準装備です ね、どのキャラ相手にも、さあ画面味が辛いけどファイヤーで一気に押し返した、ゲージが溜まって大竜、あーっと飛んだ後に波動拳を打っていた、まあ、今の距離でね真空もさっきありましたから、そうですね、はい、これあと微妙になんか画面端見切れてる気がする、キャプチャーが、ああ、そうだ竜の、ワンピー側の竜の顔が半分しか映ってない、直し方が全然わかんないから直さないけど、さあ、あ、まああと通常の東西戦形式だと考えてるんで、例えば片方が負けても、あの一応エキシビジョンもやりたいと思います、はい、全員出番があるよと、あ、これは美しい、これは総裁するやつ、波動拳打ってますね、まっちゃんさん、いい勝負ですね、さあ飛びが刺さってもう飛べない、 もう飛ばれるときついけど打つしかないよ、おー、回し蹴り、さあこれでまずは破天荒さんが1本取ったが、このまままっちゃんさんは続けてください、はい、これで破天荒さんが勝てば勝ち抜きですね、さあ用意したトランプは出番が来るんでしょうか、あんまないですね、さあ、お、さあ勝利ゲーム切り返していきましたね、これは確定、後半当てれば大丈夫なんですかね、めくり勝利を切り返した、うわ真空がある、さあお互いカクカクしている、さっきいい反応で勝利、ね、あの出しましたからね、真空、さあ、あの距離は人間では無理、さあ削りで使っていった、飛んだ、エトビー、さあ昇竜いいですね、さあ画面端を背負わせてますね、さっきから、いや押し込んでますね、しかし飛んだ、こういうのがあるのでピヨンなかったですね、まあさすがに何にも入ってなかったからね、なんか地上技がチュワーっと、これは全部引っかかった、数えてないといけないんですね、やっぱり今のどうなんでしょうね、なんかヒットストップがあったのと、なんか画面端に引っかかっちゃったので、もしかしたら安全でも食らったかもしれない、はい、さあ食らい投げ受け身はない、さあ道剣龍全然わかんないけど波動剣、あ、表だった、ね、裏切りの正面ですね、いや表でしたね、
さあ抜けたが体力がもう真空ガードもできない。さあしかし なんかいやこれはありますよ。噛み合ったがさすがに。ここで勝ったのは破天荒さん。じゃあ2では廃人さん、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 廃人さんおられますか。はい、じゃあそのままメインキャラで入ってください。入ってください。ありがとうございました。松山さんどうもありがとうございました。もうないです、大丈夫です。はい、です。さあまたしても流々なので普通の2サギです。まあいいと思います。さあ若干企画倒れの匂いもしてまいりましたが、まあそれはそれとして、まあ普通に2先でも面白いけどね。まあすぐ終わっちゃうんだね、東大戦ってね、普段は。そうですね、まあ2試合できるのはいいことです。さあ遠くでゲージのため合いだが、なんかさっきから大達だった。さあ中5戦、あっとワンテンポ置いての真空。さあ先制したのはハイジンさん。さあ難しいですね、強気で打っていくのか。はい、まあ、とりあえず位置取りで今。おっと回し蹴り昇竜拳、まあ、地上の運命悪くはないと思いますよ。うん、まあそうですね、やっていかないと相手のアクションがね、こう、まあ、やっぱり導けないんで、リードされてるときは多少そういうところはリスクを目つぶっていかないといけないですね。まあ、結構上級者同士の流々を見てると割と埋めるんですよね。裏切りの、そう、割とやっていくんですよね、勝ってても負けてても。まあやっぱり真空当て合いは、まあ、やっぱ運に頼るのが大きいっていうところから怖いんだと思いますよ、やっぱ上級者同士。そうなんですかね。相手が完全に隠したところだったらそういうことやんない方が安定しますけど、まあそうですね、そうはいかないと思うんですよやっぱり。さあ昇竜だ、切り返した、下がった、難しいですね画面端。さあ破天荒さんはお互いシング溜まった。さあ踏んでしまう。さあダイヤシタイク、これは埋めて、うーん、なんか安全だった。さあ今のもね、今のも抜けて抜けて球までちゃんと飛んできましたね。そうですね、今のは運が悪いと死ぬんですけど、数えるのってどうやったらいいんですかね。僕足で、わかんない、僕足でやろうと思っててやるときは使えそういうの数える必要はないキャラだから、そう足を上げ下げするとかなんかそういう、あのねチーム戦の時はね隣でチームメイトに数えてもらうの一番いいお先読みジャンプ防止。さあアテゴンさん乗ってきましたかね。やってますね、年の子を出してますね。ハイジンさんがいくつかわからないけど確実に破天荒さんよりは年下でしょうからまあまあまあさあこれは間に合う、さあピオらないがピオってしまう。さあまだ死んでない、ガニバサが出なかった。さあこれで破天荒さんが2人抜き。中さん、中さん、中さんは多分キャミンを使うと思うんですけど、さあメインでお願いします。リセットする必要は、あ、クレジットか、クレジットがいますね。ピンクすいません、いっぱい入れといてください、はい、一応何使っても大丈夫です。中さんはなんかホンダとかも使うんですけどさあ、普段中野でやってるキャミーの方ですね。さあ中村さんとも被ってしまうし、昔いた中さんっていう人も被ってしまう。そうですよね、私もあの中キャビーかと思いました、ね、被ってしまうんで非常に難しいんですが、まあしょうがないということで、まあそうですね、はい、どうやっても被っちゃうんです。中キャミー、社長キャミーとか ね昔いましたんだけど。さあこれは真空が岩佐が出ない。さあ竜キャミーはまあまあまあ、とにかく竜がめんどくさいですね。投げる、
つらい。おっと、中国体育、体育中国はね、いいですね。いや、あれ食らいますよね、結構。いや、絶対食らう。さあ、勝ったのは、タルゴさんなんで、ここで一回リセット、リセットをして、すいません、破天荒さんはキャミーを、中さんはすいません、竜を使っていただけますでしょうか。はい、さあ、お互いこのキャラを使ったことがあるのかよくわかりませんが、いや、まあね、竜は使ったことあると思いますよ。竜はあると思いますよ。まあ、スタンダードキャラですからね。キャミーはわかんない。もうだって、めくり中キック出してましたよ、今。あー、まあ確かに、めくりは小キックです。基本的にそういうアドバイスは、おーっと、ピオール三段、結構、なんかフーリガンコンビネーションとかも、はい、投げるボタンわかんないっていう人多いんですよ。はい、K で発動して、いや、パンチで、パンチ発動して、パンチで浮いて、K で投げる。K で投げます、はい、すみません。これね、知らない人結構多くて。さあ、キャノン。そうですね、今のはめくりになってますが、めくり能力は意外と低いです。そんなにね、めくれるキャラにはすごいんですけど、誰に、おっと、マックスかして、いや、いいです、いいです、投げ最大ですよ。ダイパースパイラルじゃない今のは。投げ最大です。まあ安定するね。はい、さあさあ、あー、お、ダッシュ、うまい。お、お、なんか思い出した。おっと、この中足攻めは剣には有効だが竜には微妙。いや、でもやるしかない、やるしかない。そうですね。で、破天荒さんが記憶を。さあ、うまく透かしたが、いいですね、垂直、いいですね。さあ、お互い使えてますね、普通に。さあ、こういう、あー、つらい。こうしてくれると、このルールした甲斐があった感がある。飛びが刺さって、あーっと、リンクゼロドット。さあ、これで1勝1敗だったので、いよいよトランプの出番です。じゃあ、KKY さんが、KKY さんがトランプを引いて、当たりだったらメイン同士でもう一回やります。外れだったら今このままやります。当たりです。外れの方が良かった。さあ、お互いリセットしてメインでお願いします。じゃあ、外れの方が良かった説。まあ、8割当たりですから、なかなか外れは出ないでしょう。外れは今日1回出るか出ないかだと思います。ということで、さっきのを見ると確かに外れの方が中さんは良かったなっていう。まあ、そうですよね。それがこのルールの面白いところだと思っている。しかし、仕切り直したら中さんが押してる。いや、これね、相手キャラを使うことで動きは分かる。そうなるほど、相手これだ、嫌だったんだなみたいな、こう学習、1試合で成長する、やっていけるっていう、サイヤ人並みの成長の仕方してますよ。さあ、なんかえらくいいですね、いいですね。さあ、大気昇竜じゃないが、とりあえず追い返した意味は大きい。さあ、飛んで、しかし投げ返す、リバサ投げ、今のはいい、今のはちょっと危ないが、さあ、繋がってないけど、これで勝ったのは中さん。では、続いてもみお、もみお、さあ、もみおは、ね、もみおは残儀でしょうね。いや、多分ですよ、もみお DJ も使えるんで。いや、ここでかぶせはしないだろう、さすがに。いや、まあ、わかんないですよ、もみおのプライド。さあ、しかし中さんは今度は逆にルールに苦しめられる可能性がある。これ勝っても逆やんないといけないですからね。これ勝たないときついんですよ、メイン。これはそうなんですよね。だ、ジャックキャラ使ってる方が基本有利なシステムだと思ってこのルールにしてるんですよ。なるほど、うん、あーっと突っ込んでいったが、これは分かんないですね、今のは。まあ、ただキャミーは普段ジャックキャラのはずなんで。お、いいですね、今の。さすがにモミオが押している。あーっと、分かんなくなってきましたよ、これ。これは全然分かんないですね。今ね、連キャンジャンプしてますね、この男。欲張ってキャビー側がフーリガンとか行かない限り全然勝負分かんないですよ。あ、大足刺していく。いや、もうね、連キャンジャンプがあるんで、なんか流行りすぎじゃない、あの技。まあ、基本的にはニュートラルで待っていたいところ。後ろ入れるとマジでダメなんで、後ろを入れるときは連キャンを意識して後ろに入れる、これですね。なるほど、はい。あ、そう、踏み込むときも上は見とかないといけないです、うん、まあまあ当然ね、そこはカウンターでジャンプしてくるんで。さあ、もみおの圧がすごい。
さあしかし飛びは通してしまうが大事には至らず。いやあのねミドルキックが本当うざい。ミドルキック、ミドルキックを無傷でさあしかし分からなくなってきた。あっと短かった。ではリセットして逆転をお願いします。今ですね、今短かったかもしれないし、もみおがしゃがんでガードして立ったんですよ。すかした、そうです、もうキャラ対、これがあるんで。さあもみおキャミーは見たことありませんが、いや意外とね、意外と使える。もみおくんはゲームセンスの塊なんで、まあ、確かにうまいよね。何でも使います。中さんは残儀はなかなかしんどそうだが、あのめり込んだ、岩沢は出る、それは確定する。さあしかし安全行動している方がいいのか、これよくわかりません。思いっきりめり込むぐらい重ねてますけど技を。おさあフリガン、タマちゃん、あっと悪くはない。でも今人数奇数だからどうしよう。さあまあタマちゃんは対戦をしに来たということで、ああさあしかしなんだかんだで中さんが勝っている。さあキャノンは出す、キャノンは出す、ああと踏み込んでたところにことごとく台足置いてありますね。さあ投げて、わかんなくなってきた。さあ、わあ、したこれで1対1、なぜかお互い残儀が勝っている。さあでくじ引きの時間、すっ赤、このまま、このままもう一回やってください。すいません、裏目の2割を引いたのでこのままです。出てしまいました、裏目が。やりましたね。いやでもこれさっき中さん勝ってるんでわかんないですよ、これ。これで負けるともみはメインで負けてないので負けちゃう、しこるパターンになるんで頑張りたいところ。いや、なんかもみは冷静になりましたよ。もう無理しない、急に中足しか打たなくなるパターン、はい、これエンタメしてましたね、彼。見せ方を分かってますね。立ち中継もきついみたいのを自分でもみおが言ってたんで。さあこれ立ち中継はね、相当踏み込んで台足じゃないと勝てないんで、ね、ジャンプの出際とかにも引っかかっちゃうんで。さあいった、これは食らう。スピンドライブアントビはむずいですよ。さあ完封しているもみお、もみを思い出した、思い出したね、これ。あ、中キックいいですね。そうですね、こういう相手の甘えた焦り行動みたいのを、じらして、じらしてダメです、じらさない、ね、さあキャノンキャノンやっていく。結構ね、キャミー残儀はじらしプレーなんだよ、お互い。そうですね、はい、キャミーはもう削りで勝つぐらいの気持ちでやっていった方がいいかもしれないですね。あ、いいですね、今の出し上手いですね。さあ待ちの姿勢だが、フーリガン、そうなるとフーリガンが通ってきちゃうというね、この微妙なバランス。いやまだ分かんないです、これまだ分かんないですね、全然。スクリー一発でもう知りますか。あー悪くない、悪くなかった今時間がもうない、スパコンが溜まっちゃったんでね、めんどくさいですね。いやーきつい。さあ勝ったのはもみお。ではマキリさん、マキリさん、マキリさん、じゃあリセットして、マキリ、マキリさん試合です。いたわ、いたわ、剣山儀からでしょうね多分。これエクスパーだったらルールの説明しんどいんだけど、まあマキリさんなんで大丈夫ですねさあマキリさんですね。マキリさんは本当でも硬い動きしますよ ね、安定感がある。逆にでもね、もみおは硬い動きの方が得意なんですよ。まあそうでしょうね、うタイプ的に。もみおはね、やんちゃなことされるとあのマインドブレイクする感じのキャラ人なんで、もみおは。さあしかしリードしてるのはマキリケン中盤、結構この残儀の前になっても慌てないですね。昇竜、いい昇竜だ、今まで出してなかったのにあんなの。あー下がった。さあしゃがみ中パン中足が強い、これ長州あるよ。あーやった あこれは今壊しファイナルを狙ったのかな。あーそういう壊し空振りファイナルだと思います。
簡単なのかな、簡単って今のは頭突きだ狙った方が良かったかもしれない、微妙なるほどね。だから頭突きは裏行っちゃうと絡む時があるんで。マジ、なんか出っ歯がすげえ後ろの方まで抜けちゃうと、あ、スカるんですか、結構後ろこともあるんじゃないかなという、なるほどね、のがよぎったんではなかろうかという。さあいった、これは減る減る、素直に言った。さあ剣にも連携ネアンプしていく、中足から。さあしかし2ラウンド目もマギリ剣はやるスタイルを変えることなく地味にダメージを取ってると思ったら一気に3段、中盤中盤嫌がってるところを弾きスクリューしに行ったら飛ばれてましたね。さあうわっ、いったいった、ではリセットして逆戦をお願いします。マキリさんはザンギを、はい、モミオは剣を使ってください。はい、そして間違えてる。違う違う違う、もう一回リセット、もう一回リセット。ごめんごめんなさい、まあつい癖でね使ってしまう。マキリさんはザンギですね。ザンギ F、 はいはい。さあマキリさんはザンギ使えるんでしょうか、よくわかりませんが。いやねー、まあセンスはあるタイプだと思うんで。さあダブラリは出ている、どのボタンでどれが出るか分かってればなんとなく、なんとなくね、いった。さあ今ある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 出ました、今ジャンプするとき下要素入れちゃってるからボディが出ちゃう、そうボディが出ちゃう、あるある出ました、わかります。僕ホンダ使い始めたときよく腹出してました。あの空投げ悪くない、今何かを狙いに行った。さあこれは、さあ壊しかさ、おっと、さあそれはさすがに揉まれた、代名詞の揉みを使われたが、なんとか揉みが取る。揉みをのセンスですね、はい、収集力が出てる。おお、マジ今吸えんの、吸えます、すごい遠くないですか今。いや前は入ってたと思う、最大、むしろ勝利の着信ちゃんと決めたのが偉いと思うね。あれむずいんだよねやっぱ。さあダブラリーちゃんと出るマン、さあ大キックガード、さあ揉まれてるよ、地上戦に、あーっと欲望の飛びだったが通って、いやこれもう分かんないですよ、通常は何発で、あーっと、あーっとどうだ、安全マンになっているモミオ。ダブラリーミスんないっすね、出してます ね、ダブラリミス機体の波動拳推しなんですけど。さあ波動拳、さあ長州飛び勝ったのはモミオでは、兄、はい、ニアさんです、はい、ニアさんです。さあ兄はメインで入ってください、最初は。いや、何使ってもいいですよ。別にホンダとは言いません、ホンダとは言わない。相手がホンダを使ってくるのが予想されるんでね、難しいところですね。まあどうなんでしょう、何使おうかなってなってます。まあ剣でもいいですよ。さあ素直にホンダか、さあホンダですね。優しい、優しいのか、優しい優しい。よくわかんねえ、これ。おお。さあダメ入った、まあまあまあ逃れてしっかり10ぐらいしたのが、そうですね。さあしっかり破裂、今の割られるの、なんかなんかいろんな人が来てますよ。さあきっとすごいことを遊びに来たんでしょう。うわーっと、さあくしくも写真を間違えられた2人が、さあスクリューから小頭、あー出ない、頭突きが出ない。さあ頭突き出ず、出ずもう一回、さあ逆転ですね。もみおすまん。さあしかしこれはもみおがぜん有利でしょう。ねえ、なんかないんですか新谷さん、なんかないんですか、このホンダザンギは秘策はないんですか。
ないないんだ。ない。いや結構ほらまあね、新谷さんこう本田戦得意なんで何使っても結構、ね、なんかあるかなと思ったんですけど、あ、大あ、いいですね。あの遠距離大キックはなんか対策感で出てますよね。出てる。しかしこれはもうどうしようもない。じゃあお確かあれは開幕昇格率に、そうそうそう、勝てるみたいなやつでしたっけ。ああいう下が勝つのか知らねえけどみたいな。軍勢さんが言ってたやつ。あ、行った。でも地球に優しい。さあ客観の方だった。いやきつい。さあちゃんと行った。あー、クライウチ仕込んでる。しっかりしてますね。あんまり減らない。さあ、いや読んでた、今読んでたんですけど ね、 ね、近かったね。あまりにしかし勝ったのはもう見よう。じゃあ続いてバイパーさん、バイパーさん試合です。はい、どうぞ。バイパーさん、ルール聞いてなかったかもしれないですけど、今日ちょっと特殊ルールとなっておりますので、はいはい、まずはメインキャラでお願いします。はい、はい、いや、なんか兄さんのやりたかったことは見えた。さあこれ結構ね、もみおくん昔からバイパーさんってよくやってるんでね。ああそういうことか、お互い分かってる。これはかなりやってるんで。さあ素直に回していく。素直に回していく。いやでも素直だけどタイミング今違ったんでね、分かんないっすよね。結局どっち有利なんす、どっちが楽なんすかね、こっちは気持ち的に。残忍っぽい雰囲気あるけどね。どうなんだろう、通常技の差みたいな。台足の性能差ね、じゃないですかね。あと地上戦がね、やっぱり長い間合いのさ、うん、うわぁ、もんだフェイス、あれにも引っかかるんですね。もみをなんかうまいっすね。まあ、フォークはダブルがこれ結構ね使える。さあ何もしない、さあ何もしない、うまい、食らった。さあ、あっさり。さあここでリセットをして逆戦ですね。バイパーさんは残儀を、もみおは、フォークを使ってください。さあバイパーさんなんかいろんなキャラ使ってるのは見るんですけど、残儀は、残儀はあんまり見たことない気がする。さあもみおフォークは使ってるんですかね。使ってます、遊びで使ってるのはよく見ます。やはりマルチプレイヤーがいると有利というですかね、このルール。さあ大足、さあ回している。さあさあお互い削り、お互い相手にやられて嫌なことをやっている。おっと今吸いに行きましたね。さあ飛び込みの技がよくわからないっぽい。大パン、大パンは強いです、ね、お、回って返して、さあ、パイル、パイルだった。さあ、読み合いを仕掛けていく。高いが、食らいたい。草、草っちが、さあ、草さん、草チュンリーですね、はい。さあ、勝ち続けるもみおがリセットをする回数が多くなっております。申し訳ない、めっちゃ勝ってる。勝ってる理由はもみおくんがいろいろキャラを使ってたから今まで。普段の修練が出ておるということですね。そうですね。さあどうだないですね。お、なんかもみお強ないですか。強いっすね。もみお、あの、そう、メインでも結構勝ってるんですよね。普通に勝ってく感じ。ね、もみお強ない。もみ圧倒している。もみを強ない、これ。さあやっぱりそのうわー連携じゃん。最悪逆戦があると思ったら伸び伸びいけるっていうのもあるんじゃないですか。そうかもしれない。さあうまい、しっかり落として。やっぱ有利キャラ側はメインで勝っても3ギで勝たなきゃいけねえの俺みたいな学士ところあるじゃないですか。お、コパンで、コパンは
いい感じなんですかね。大キックがやだ。さあダメージ勝ちしている草チュンリー。いやーこれもきつくなってきましたね。さあ対策完了したか。いやーきつい。オトチンっぽい、オトチンっぽいムーブ。クラゲが残ってますね。お、レンキャンジャンプから始まったけど、いて、いて、いて。あー、これあれって抜けた後確定しちゃうんすかね、中足。そうっすね、まあいいやまあ安全、もう一回溜まるもんね、つって。さあ、あーっと、まあ、これは、これはまあ必要経費。あーっと、投げて、これは確定しない。あー、どうした。確定しながい。なぜそういうこともあるの。あるんじゃないですか。あーっと、食らう。これはきつくなった。いや、もう、きつい。これは、これは矢口まり状態です。完全にきついですね。さあ、これで逆転、リセットをして逆でやってください。あ、さあ、草残儀は見たことないですが、あ、使えるんじゃないですか。使えるんですかね、よくわかりません。使えるでしょう。まあ、ホンダはね、サブで使ってましたから。さあ、モミオがゲームセンスを見せていく。モミオがゲームセンス見せてますよ、これ。見せてますね、ゲージも回収しましたよ。飛行券打ってるだけとも言える。下がって飛行券打って、あーっと、あーっと、伸ばした。いや、まあ今のは難しいですよ。台足で良かったんじゃないかな。難しいけど。おっと、弾きをしに行きましたね。さあ、どっと、どうだ、やりに行き、これは草が取った。これは草さんが途中から気づきましたね。飛び、タイプが難しいっていう、飛びやっていうことに今気づいた動きがありましたね。あ、これ気づいちまった。あ、草さん気づいたな、これ。あ、打っていく。足打っていきますよ。テンションの汚さを感じてほしい。やっていく。さあ、ダブラリを出そうとしているが、多分あれは出すと逆に死んじゃうやつだと思うんですけど。おっと、もみおが冷静、削っ削っていく。あっと、分かんなくなったが、テンション出しとけばね。そうですね。さあ、このゲームは飛び道具じゃなくて飛びだと。さあ、いや、溜めてますよ、なんか。お、いいですね、いい飛びですね。おお、ダイパンはやばない。小手が出ませんでしたね。出なかったですね。使っていく。使っていく。もう一回溜まるもんね。嫌でも溜まりますね、これは。なんかすげえ溜まってんだ。画面端に行くまでに溜まりますね。あーっと、ガードになるわ、投げる。ガムった。そんな予感はしたよ。さあ、これでくじ引きタイムですね。はい、じゃあくじ引きを KKY さんがして、そのままやるかどうかを決めます。はい、メインチェンです。じゃあ、もみおくん、ごめん、もう一回リセットして。さあ、まあ、草くんは一回死んだ身なんでね、あ、草くんね、あの、もみおは一回死んだ身なんで、割と捨て身でいけるんじゃなかろうかと。さあ、まあ、チュンリー残儀、チュンリーが有利ということが、まあ、今の2戦で、まあ、分かった感じはあります。ありますね。最も辛いみたいなことも言ってますからね、もみおくんが。田村が一番、あの女が一番やべえと常々言っておりますので、ね、たまんねえんだ、あいつ。気候圏もすごいんですけど、ジェネティさんが気候圏なしでも十分、うん、そうですね、いい戦いを見せてますからね。テンションはやっぱきついみたいですね、どうしても。うわー、吸った。あれですね。そうなんですよね、唯一ハマるかと思いきやハマらないと。で、やっぱり下食べながらめくろうは何でしょうはね、こういうところもあるし。あ、当たるの、繋がっている。繋がった今。マジで。へえ、いいゲームですね。多分開発中も作ってる人、多分あれやってすげえなーってなったと思うんですよね。やべえなこれっつって。
いや多分戦列自体がバグだから気づいてねえだろ。本当に歩き戦列バグですよあれは。なんか仕様じゃねえから、なんかこうバグだけど、ほっといた説。いやどうなんだろう、ないっすか、どうなんだろう。なんかカプコンそういうことやるじゃないですか。いやちょっとバグだけど面白いからほっとくかっ、長田正月に聞いたところ、なんか作ったやつがよく、あーとかむった、さっきのやつお返し、さっきのやつ。さあこう次はグリグラさんお願いします。これはじゃあ長田説だと分かってなかったんですか。そういうことなんですかね。さあチュンヘイロン、これ逆熱そうだな。表も熱いんだけど、わかんないです。これ意外とねちゃんと対策で草さんが、いや草くんがレックを出せるのかどうかって問題あるからね。はまじまってしまった。飛んでいく。さあこれは戦列溜まってないので、今のところフェイロンやりたい放題。あー削る。これ意外とでもレック食らうじゃないですか。まあまあまあ、その後のコパンレッカ意外とむずいんですよね。さあしっかりテンション落として、僕苦手。まあしゃがんで食らってっかね大体。そう、あーっと、お、背中蹴りは悪くない。投げて、いいですね今のは。多分支援も潰せるタイミング、多分ガードするしかほぼない。おお、うまい、しっかり、うわ見えない、ガードが見えない、しっかり安全。さあ抜けて、どうだ、中パク中キック落ちね。冷静でしたねバックジャンプ。ジャンプコパンが本当に相性悪いですね。立ち中キックで落ちないのはちょっと問題かと。まあ、お、大キック。さあ今の気候圏を食らっちまったらちょっと痛いですね。投げる、投げる、あっつだに確認して投げ て, 投げて、お、なこれはあっとしゃがみくらいの利点が、カット、ここはレック暴れ、ではリセットして逆でお願いします。さあ草フェイロンは使えるんですかね。大丈夫、レックは、さあレックのコマンドを聞いている。これは不安だ、レックはね。でもね、とりあえずヨガフレームのちょっと上に出せばいけます。フーリガンと一緒だよ。フーリガンをみんな知らないから、なんか下からグイってやればいくから。さあお互い、お互いおっかなびっくりやっている。おた、あ、今多分出そうとしたと、出ました、あ、はい、出てますね、出てますね、出てますが、まあ、そもそもね劣化圏3段もどうかっていう話もあるし、お、しかしそれっぽい攻めにはなっているが、やはりブルガヤさんがちゃんとやってますね。やはりここは年季の差が出ているっぽい。お、やはり操作の簡単さではチュンリーの方に分がありそう。投げて、しかしワンチャンダメージ力でフェイロンが取って、おっと、ゲームプランはフェイロンの方が簡単なんですけど ね, そうですね。さあ、あっと、アントビーになってなかったのが高かった今ね、え低いように見えたけどちゃんと出しましたね。さあレック出てないマンだが、素直に、お、出た、出た、お、出していって台足がかくっている、打ち切っている、打ち切っている、投げる、投げられて、これはやばい、集中、あっと、いやでもこれむずい、むずいっす。今の間合いは超むずい。まあこれでグリグラの勝ち。シュウさん、シュウさん、じゃあリセットをしてメイン戦ですね。さあどさくさに紛れて魂増し息という熱いカードが指定対決ですね、これ行われております。指定だったんですか。タマちゃんの師匠は四季さんですね。まあ一応エコダも四季から近いし、近くはねえか、近くはねえな、沿線、沿線
わ、チュアシャドウいいですね。いい前になりますね、チュアシャドウ。中堅が投げた、おっと投げた、強気。いやいいですね、ああいう瞬発的な押しの強さを出せる剣は本当怖いですよね、はい、どうせビビってんだろっていうやつ。さあ飛んで、さあ2ラウンド目は、あと勝利出なかったのはちょっと痛い。これがあるので、さあいった、めくりが分かんない、分かった、分かんないが掴んで勝利がうまい。あっと、しかし支援頑張った。さあ中足に刺さる、ダメージはマジできつい。きつい以外の感情がない。ない、きついよな。いやー、なんとか取り戻したけど体力がない。いやー、投げる、投げられた。スノーではリセットして逆転。まあ潮さん器用だから多分フェイロンとかも使えるんじゃなかろうと。まあ使ってますね、はい。さあしっかり、なので、いやきついですね、いやきつい。打ち切りは、さあなんか一方的、スピードの差を見せてますね。普段やってることがやられるとこうもきついのか。お、勝利がしっかり出る、めくりが分かる、分かっている。俺は分からない。分かんないですね、表かな。あー、大一文字の出際に刺さりましたね。これはきつそう。あー、うまい。しかし、さあこれはしっかり反応している。この辺りはフェイロン使いというところ、素晴らしい。さあ、お、あーっと竜巻、今のは垂直いいっすね。お、中足に入る、安全中足から大足に3回当てれば勝つゲーム。いや投げますよね。ではくじ引きタイムです。これはまあどっちになってもフェイロンの方が楽、フェイロンの方が楽らしい。あ、フェイロンです、そのままです、そのままです。さあ先ほどから裏切りの2割を引きまくっている俺、2枚しか入ってないんですけどね。これは良かったですね。ちょっとグリグラさん運がない。いやでもめくり当てたら分かんないですからこのゲーム。いやーうまい。竜巻もう分かんなくなってきたぞ。さあ投げる、もう開き取ってますね。さあ真剣、真剣暴れ、まあ、意外と膝ループも返しにくいんでフェイロン、なんかこう完全にサショル出ない、自動二択になってしまう説があるんで。本当？そうそう、あの昇竜仕込み膝みたいなやると、あ、投げ返しできないしみたいな。フェイロの投げ前がやっぱちょっと狭いんで。さあどうだ、いやいや、劣化しか打たない。勝ったのはシュウさん、劣化しか打たない。リグラさん申し訳ない。さあ、さあそれでは次は金子さん、金子さんメインです、メイン、はい。申し訳なかった。恨むなら俺を恨んでください。さあ、お、開幕中立つなきは悪くない。ケンガエル、どうなん、関西でどうなってますか、ケンガエル。別に普通にガエルいるでしょ。何を言ってんのかね、君は。何対何かはしないよ、そりゃ。いやー、6.5 ぐらいはあると思うんだよな。まあ、いいところじゃないですか。さあ、いった。あー、裏切り。さあ、TBS。大キック。大キックで裏切りましたね。さあ、いい。ちょっと歩いてトップスピンは裏に行くんで、あれはサマーが裏に行っちゃいますね。しかも投げ前を微妙に外してるっぽいのがめんどくさいですね。はい、今の良かったですね。
さあ裏あ、あの先端はあおっと危なかったからエガイス。さあもう下がれる、いっぱい下がれる、ありがてえ。おいいですね、今ため早かったですね、垂直からあんなに早くソニックが出る、あれを打ち返せるかどうかで、ね、どうたらこうたらとかって いいですね、あれは。さあダヤシ歩いていったところに、ダイヤシを差し返す。さあこれは危なかったか、いい飛びだったが勝利ガードしている、ガード裏剣、ジャンプジャンプ良かったですね。さあ今の波動拳が出てれば随分違った。そうなんですけどね、まあしょうがないですねあれは。さあ裏剣の後に波動拳を相殺している、これはための速い証、早いですね、早いですねソニック、これは垂直の後あれぐらいで出ると、あしんどいっすねこれね、これきつそうよ。垂直で避けた後結構、さあスラストも混ぜて、あーっとタマプラで飛ばせたのになぜか対空できていない謎、裏切らない。さあこれで逆リセットお願いします、緑。そうでシュウさんは、ガイルも使えるということで、金子さんは多分剣使えないと思うんで使ってるとこ見たことないんで、まあ逆に使えないと気楽にいけるんじゃないですか。まあねさあさあ夜明けを使っていると逆戦は実は楽になるというね、このおこれで、でも金子さんが剣ガイルをどう思ってるかっていうのが、あそういうことですね、剣の動きで分かりますよ、うん、さあ勝利出ないが出し当てて、まあ普段相手にしてるキャラなんでね、そうそう、自分が何をやってくるかはなんとなくは分かってくるはず。お出る、アントビもできている、投げ返すサマー出さないいやでも金子さんもなんかそれっぽい動きをしてますね、してますね、使ったこと見たことなかったけど、お今のスイッチよかった、悪くないが時間が裏手いやあの方針は見えましたよ、確かに。そうさあ無理だよと言ってます、まるまる無理ではない動きだった、噛み合えばいけるぐらいの今、そうですね、動きが見ているが、まあでもこれはガイル層というんでしょう、いやシュウさんがソニック打つだけマンになってる、きつい、いやきつい裏切った、あと裏切ったが次が続かない、うまいしっかり、いやきつい、投げるでは くじ引きタイム、大丈夫、プロは8割で、いや8割でメインです、はいメイン戦です、はいということで、いやわかんないですよ、まあね、はい、総裁、いやほんと早いですねこれね、早いなやっぱ、ね、うまい、垂直の後って攻め時なんですけど、あれ攻めらんないですね、あれで総裁されちゃうときついよね普通に、ピヨッタ今めくりだとはちょっと思わなかった感じの、まあでもしゃがんでましたよね、はい、違うかな、おあれじゃないですかこれ、僕のことを上原って書く人は僕の顔を見たことがある人ですよそうだな、はい、このプロ野球選手の上原に似てるって言われたことが僕はあるんで、バイトしててスーパーのおばちゃんに言われましたよ、結構事情通ってことですね、はい、これは知ってますね。さあしかし柊さんが押している、あー裏切った、裏切りまくった、勝ったのは柊で、次が青葉さん、青葉さんお願いします。さあ大好物のバルログ戦、いやでもねこれきついですよ、きついですよこれ、僕バルログ、まあまあ、もちろんきついんですけど、最近こっそりバルログ練習してるから分かるんですけど、しかもね青葉さんはサブキャラで赤剣使うから剣も動かせるよね、そうですね。さあ結構ねまあポイントはあるんですけど、割とバルログ安全に戦えるっていうのがなんとなく分かってきたんで、
まあ、ヒョウやんなきゃいいだけでしょ。そうですその通りでございますまあ、壊しが強いんでちょっとめんどくさいけど、あ、違うか、 S じゃないから。そう、お、悪くはないトップスピンだが、いや、あのね、中足がね、先端安全なのがやばいっす安全なのあれ。そう、置き攻め先端重ねれば、ほらほらほら、見た今見たか今っつって勝利当たんなかった。だから大キックうまい、足大 K は相当実はやばい。大空大 K やばい。これは三角、いや、さあ見ている、引っかかりませんね。いやマジでね、どっかのチューブのボンクラバルグとは違いますよ色は一緒でも。マジでね、ごめんなさい真央さん真央さんはこういうちょっと苦手な対戦は逆にガン攻めすることでなんとかね、そうペースを作っていこうってタイプだよねっていう感じなんで。さあいった、アイスローですか、なるほど。お、爪が拾えた。さあしかしいった、スライディングを読み切っている。まああれ結構ね負け筋の一つなんで、はい、スライディングはちょっと気まずいんですよね。強いんだけど、まあ先端をガードさせれるタイミングでいきたいですね今みたいなやつ。さあ下がって、これね自利品にさせるっていうのも ねポイントですよね。これがやばい、ゴロゴロした。ゴロゴロはねたまに来られると割と返せる。さあ細いこのキャラガード、うわー吸って、今勝利が見えた気はした。勝利が当たる、わかんない、当たる、当たってまだ死じゃないよ。しかしこれなあ、ヒョウが出る、どうだ、引かれた。 ではリセットをして逆、あ、ね、緑のボタンがリセットなんですけど、緑がリセットですね、ごめんなさい、はい、すいません。で9番を選んでピンクでクレジットを入れてあげてください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。こうやってみんな詳しくなっていく。 X 剣を使ってください。はい、S 剣はダメです。さあ洋華堂の屋上のガリガリ、あ、そうですね、なんかちゃんとヒョウやるなって教えられたんで。あ、そうなんですか、はい、さあ竜巻で突っ込んでいく、意外と返しにくい竜巻。さあしかしそれ以上にシュウさんがバルーンを使えていないお、いいですね。おっと今立ち台詰めで対空じゃないはずなんだけど落としてました。意外と強い説返しにくいやつ。さあわからん殺ししている、自分がやられて嫌なことを散々やっている竜巻がどうすればいいのかわからない。勝ったのはおばさん、では大将焼き鳥さん、焼き鳥さん試合ですはい、すまん、まずはメインキャラで入ってください。何でもいいですよ、まあ、はい、まあホークでしょう。ここで選んだキャラがメインキャラになります。 S ですね、 S ですね。さあ S ホーク、さあ青葉さんは S ホークを使えるのか。いやこれもうメインはもう勝たないといけない戦い。しっかり溜まっている。うわー、抜かれる、怖いですね。しっかり溜まっている。さあ当然爪は出さない、あれはもうガードするかホークは4出すか2択です。爪出さないんだ、出さないと当たらないんで、勉強になりますね。こんなことになるんですね。あー飛びがちょうど刺さる。しかし焼き鳥バルは相当強いので負けてもワンチャンあるというそうなんだあ、中足が強い、フォアが逆に出る。さあボットの時間、うわーうまい、いやうまいっすね。さあそうですね、かなりこのコメントの人事情通っぽいんですけど、いや小山さんじゃないかな俺もそう思う正直あと
はまってしまう。画面端がある。これは終わったか。いや終わってるっぽい。終わってるっぽい。終わってるっぽい。あ終わってるっぽい。まだまだあるが、あどうしようもない。ではリセットをして逆でやってください。試しにバックスラッシュ出してみてほしかった。まあ多分こんなことやらない。バックスラッシュはどうするんだろう。こんなことやられるんですよ多分。バックスラッシュは見てから対応かな。 S ホークってどうやって S ホーク出せます。にあの左右にガチャ、左右にガチャガチャでした。はい、ということで今 S ホークを出します。 KKY さんがよっしゃい。さあエスケントでも同じじゃないかな。まあ横だから横だから、うん、ね。さあやばいね。あの青葉さんちゃんとコマンド入れる派の人かもしれない。 なるほど。ガチャガチャじゃない。あ、溜めてますよ。溜める必要があるのか分かんないけど。あ、うまい。しっかり知ってますね。反覚を知ってる。ぶっちゃけこのルールでの焼き鳥さんは相当俺強いと思う。焼き鳥さんは強いですよこれ。あ、当たんない。うまい。最大取ってった投げて、あ投げる。チューパー投げ。いや、あのね、ありだと思いますよ。掴みじゃないせめてありだと思いますよ。まあね、そうできることをやる。そう大事。無理に駒投げに行く必要はない。大系が掴みになってアントニモできるんでおすすめです。お、悪くはないジャンプだったどうすんのこれ。さあなんか普段苦しんでることに対策を。あ、いいですね今の。危ない距離はバックジャンプ。おお、なんか今スラストビークでスライディング止めたぞ。いいですね、あれはそんな強いんださあいいですね。バックジャンプで拒否投げる。受け身はない。いや多分今焼き鳥さんが世の中のバルログこうやってやればいいのにみたいな動きをしている。さあ大したね。なんか分かんない。あーしかし勝ったのは焼き鳥さん。それでは次がシャルさん。シャルさん試合です。まずはメインキャラでお願いします。これはでもメインキャラで負けると多分終わりですよ。終わりですね多分多分相当シャルさんはきついですね。これシャルさんは多分フォーク使ってんのあんまり見たことないんで。さあ焼き鳥さんは S ホークでお願いします。さあそうですね、シャルさんも本来ならこのルール強いと思うんですけどちょっと相手が悪いか。こういうルールの時フォーク強いですよね。そうですね、フォーク使ってる。相手に使わせても大してヤバくならないっていう。さあコパン連打は何で止まるの。立ち台パンとかで勝てるんですけど、ほうって言われたら死ぬから。さあこれはあんまり X とやることはあまり変わってないのか。まあその下パンが強いぐらい、あと台足が速い。確かにそこが違うっちゃ違う。お、対空。さあしかし慎重です。大ヘッドで終わり。大ヘッドは S ホークだとどうなんだろう。トマホで勝てたりしないのかな。さすがに無理なのか。焦点同士でなんか相打ちみたいななるかもしれない。さあ怖い怖い怖い。歩きが超怖い。いや止まんない。さあ押し返しもしていく。差し返しました。さあしかし一回引っかかると。いやわからないの。あーっとヘッド出している。さあ冷静。冷静ですね。ではリセットをして、はい、9番を選んで、プレジットありますね。じゃあ逆でやってください。 S ホークは横ガチャガチャ。お出た出た出た。これはでもね、これはどうですか。焼き鳥さん倍速も多分強いよね、ああこれやばい。アントミしっかりしてるおあーっと今チャンスがあった。見えたが、おこれはあ、これできる。これダメです。沼式の押し返し。これはきつそう。
きついですね。これはきつそう。きついですね。ジャンプした瞬間ダッパ飛んできてるんで、もうきついですね。歩いて方しかない。あ、どうだ。ああ、惜しい。ダイパンも押してる。やばいこれ。で、あのアントビから中パンオアが出る。オアね、むずいと思うんですけど。むずいけどあれ相当画面押せるから、できるとだいぶ違うんだよ。ね。ああ、しかしゲージが。体力が。減った場所がですね。ではくじ引きタイム。このくじを引いて赤いのが出たらこのままもう一回です。黒が出たらメインどうする。黒が出たらリセットです。黒です。これは 1P 側じゃなくて 2P 側はシャルさんと KKY さんとヒデさんですね。はい、今残ってますね。さあ、しかし先ほどはかなりシャルさんが鉄壁っぽい勝ち方してましたんで、焼き鳥さんがどうそれを踏まえてやってくるかというところですね。踏まえようがないみたいなところ。まあまああるんだけど。踏まえてうまい。コパン、しゃがみコパンはいいんですね。終わったっぽい。お、なんでめくり対応してんの。なんでわかったの今。いや、小技だからいけるんじゃない。すごくない。今俺めくると今一瞬も思わなかったよね。いや、すごい。多分無理やり、あおっと、無理やりダッシュしアッパーとかで裏に回った。 すげえな。ちゃんと頭に入ってるんですよ、ね、そういうのは。すごい上級者、そこまで考えてやってると。さあ、俺もできる、俺がメインだと。あっとしっかりしている。これは大パン。さあ、ワンピーチームリーチ。大パン。あっと、しゃがみ押される。一気に押されましたね。そうですね、やっぱこの押し方でかいんですよ、やっぱ。あー、ごい。大パン、しゃがみ大パン強すぎない。さあ、どうだ。クレイジーがあるので多少は気楽だが、あー、ヘッド高くもないか。さあ、どうだ。うわー、怖い。しっかり差し返している。これはしっかりしている。勝ったのはシャルさん、ワンピーチーム勝利。あ、エキシビジョンがあるんで、すいません、私とお願いします。ということで、KKY さんにやってもらいましょう。俺、いや、そのままでいいっすよ。はい、ということで、ちょっとね、なんかね、すごい人がいっぱいいるような気がする。人がいっぱいいるような気がするけど。さあ、ということで、これは KKY さんね、バイソンも使えるし、大パン当たる。さあ、とりあえずシャルさんはゲージをどっかで短パなりなんなりでため溜まった。大パンピオル投げる。さあ、ゲージを溜めた行動でダメージを取られた。さあ、開幕スライディング、大パンファイヤーモードに持っていく。さあ、画面端も近いが、ヘッド、大ヘッド、距離が分かりづらい。さあ、逆にあの大ヘッドを警戒しているとファイヤーモードが継続しにくい。ファイヤーから歩いて、さあ、スリーはしっかり読み合いに勝っているが、投げは食らわないし、ヘッド。さあ、しっかり、じゃあ逆でやりましょう。これ KKY さん、バイソンも使えるんですよね。ストレス発散のためのバイソン。さあ、さあ、ファレイムめっちゃ減ってる気がする。さあ、ファイヤー、弱ファイヤーだった、突っ込んでくる。さあ、いろいろ技を散らして、今のは返しにくい飛び。ゲージは食べたけど、あと大パンから KKY 攻めない、下がる。
打っていく。これは息切れがしない、息切れしない。さあダイ、さあスライディングはダイ、そしてしっかり隙にオアで突っ込んでいく、オアで突っ込んでいく。さあ通常技うまいですね、今のバックジャンプ。あとクレイジーは出なかったが、さあファイヤーが打ちづらい、投げに行く。さあフレインフェルノもあるけどヘッド、あーバカになってしまった、バカになってしまった。おヒデさんって今空いてんの、ヒデさんいける、今いける、いける、はい、ヒデさんが最後です、はいはい。さあこれね、でもやると分かるんですけど、チュンリー側も意外とね難しいんですよとか言ってゲージを貯める、コパンで落として、さあ上は警戒していたが、中足から上、あの画面端の乗っかりはマジで落としづらい。使っていって上からファイヤー、いいですね今の。さあ大パン、いい大パン、フル、さあ読んでいたがブラストがちょっと遠い。さあ思ったよりチュンリーが遠かった。さあ画面端から戻ってくる大キックが強い、デーヒーがいいところで飛んでくる、落としにくい飛びですね。さあコパンでしっかり反応、浮いた瞬間にコパンを押している、浮いてさあゲージがあるチュンリーやりにくい。ヒデさんは距離を見て飛んでるんですかね、これは多分そうですね。これはあっと裏に行って投げて、さあ行ってヨガトレインからビクトリートレイン、受け身がない、危ないさあねもう一回俺はそうリセットをしてヒデさんがダルシムを使う多分ねヒデさんは距離を見て飛んできてるっぽかったですね、一定の距離になると飛んできますね。さあ逆戦、ケイケイヤさんはねしっかりいろんなキャラ使うんで、なんでスライディングタイク、おいいですね、落とせないだろっていう飛び、あいいですね、知ってるいいですね、画面端の投げから引っかかったところを背中切り、完全にこれは知ってますね。あ高い高い高い、何それさあいいですね、落としにくい飛びからゲージが溜まった、コパンで落として KKY さんもできる。さあひたすら受け身に回っている、高い戦列は出なかったじゃあくじ引きします、はい、ということでヒデさんがちゃんとメインを引き当てたのでメインです。さあフェイロンのステージは割とやりやすい。さあ今のは落としにくい、落としにくいっていうか落とす技ないんじゃないかな。さあフレイム突っ込んでいくが5番、いやヒデさんうまいですね、これはどっかで
やりに行かなければいけない。いや、うまいですね。しっかりチュンリーの強いところを分かっている。これはいいですね。無理もしない難しいですね。ちょっとダルシムが相当リスクを負っていく必要がありそう。さあ、いい前にはなった。しかし画面端を脱出、厳しいですね。これはゲージがたまる。いい飛びだ。落としにくい。投げて画面端引っかかって、さあ落としにくい。しっかりチュンリー様は早くない？使っていく。投げかく、うわ、フレームから下引っかかる。分かんなくなってきた。投げて、あーっとインフェルノのはずが、インフェルノが出なかった。インフェルノ出てれば、インフェルノ出てれば天章に当たったのに。ということで、本日のイベント終わります。で、明日の宣伝をすると15時から団員戦のイベントがあるので、まあ、皆さんよろしければ来てください。これコメント誰ですか？多分ね、小江門さんじゃないかな。あ、小江門くんか多分ね、多分レイヒーのダルフェはムーさん仕込み。ムーさんとね、言うほどやってない。あ、でもね、ムーさんと鈴鹿さんとカーシムさんがいい感じでブレンドされてる感じ。なるほどね。うん、まあ明日の団員戦ちょっと、はい、楽しみです。あの、管理が簡単になるようにちょっとウェブアプリ作ったんで。さすがすぎる。はい、パソコン関係全くなんで、それでやろうと思います。イエーイ、はい、じゃあ、あとはじゃあやっていきましょうかね。ということで、まあ、はい、今日はとりあえず終わりで、はい、はいはい、大戦は明日だけやります。大戦復活は明日のみで、まあ多分好評だったらもう一回やるかも。お、マジで？分かんない、激安。それはバーサスの、あの、バーサス次第なんで。あ、確かに僕が決めることではない。まあ、あとじゃあやっていきましょう。山中さんが大戦で見たいな。山中さんやばいね。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Walking! 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 Walking!
Thank you.
Thank you.
Come on!
Yeah.
じゃあ僕が帰るんで配信終わります。お疲れ様です。明日、いやこれ見てる人多分いないと思うけど、明日15時から団員戦イベントがやるので、まあ、よければ来てください。配信は分かんない、 VS の都合でそれは決めるんで、僕は決めることじゃないんで。じゃあお疲れ様です。